こんにちは、大八郎です。今回はですね、ドラゴンホースから SCP 財団シリーズ第2弾機動部隊ゼータ9メクラネズミ12分の1スケール稼働フィギュア、こちら届いたので開封していきたいなと思います。来ましたね。通称メクラネズミ。まあ、ちょっと書いてますね。機動部隊ゼータ9は異常な現象、特に位相的な不調和や時空間の不安定さを示す地下あるいは閉鎖的な地域の調査探索収容を専門としているということで、ちょっとね、黄色い防護服ガスマスク印象的でございますが、こちらのフィギュア開封していきましょう。はい、ブリスター開封しました。こんな感じで、今回もね、豊富なオプションパーツがついておりますね。まあ、特に銃ですね、こんな感じ。あと斧もついてて、あと本体色黄色ね。でここにね、あのチューブが入ってるんですよ。これ分かりますか？ガスマスクのね、おそらくチューブですね。はい、とあとですね、シール入っております。で、ちょっと読めない、何か書かれてるものが、はい、書かれております。で、これ中箱っていうのかな、こういうのに入ってたんですよ。これちょっとね、うっすらね、いや、なんかちょっと世界観を表したような背景がね、中箱の中に入ってました。いいですねこれね。はい、ではね、メクラネズミちょっと、見ていきましょう。本体の方を、前回のね、アルファ1レッドライトハンド、これがねめちゃくちゃかっこよかったんですよね。だからね、これも速攻予約しましたね。で ちなみにですね、メクラネズミっていう動物がいます。ちょっと気になる方調べてみてください。僕ちょっと調べてびっくりしました。あの画像を見た時にね、これは可愛いのかみたいな感じの、動物でございます。ちょっと見てみてください。はい、それではね、本題の方を見ていきましょう。はい、今回は前回と違って、黄色のね、防護服これ着ております。装備的なね、こことか、ここですね、ホルダーとか、ここはちょっと違いますね。なんですけども、ちょっと、前のアルファ1と似てますね。まあでも、頭部が全然違う。すごいごつい。前にめちゃくちゃ出てる、ガスマスクですかね。すごいな。フード外したらね、はい、ツンツル点でございますね。でこの服はね、ちゃんと布製になっております。かっこいいですね。いや顔がいいな。このガスマスクすごいですね。めっちゃいい。なんかのメーターとかね、調査探査、そういうのが目的なんで、そういうの作られてますね。で足の部分ですね、はい、ちょっとテカリのあるね、長靴的なものを、まあちょっと防護するので、お、ん？あ、これが上に上がったのか。こんな感じになっておりますが、いいですね。裏側もね、はいはいはい、黄色になってます。おしゃれやな。いやー、いいですね。ああ、かっこいい。で、武器類と装備類ですね。ボンベとナイフ、トランシーバーに、あとは、銃につけるグリップであって、たりとかですかね。照準、サイレンサースコープなどがついております。はい、で手首の交換パーツがこんな感じで入ってるという感じですね。でちょっとね、ガスボンベちゃうわ、ボンベね、ちょっとつけたいと思います。こういうのが入ってたんですけど、一応ねこれ形が、こんな感じになってるんで、相変わらずね、説明書がないんですよね。説明書がないんで、ちょっとね、ちゃんとどうやってつけたら、こうやってつけるんだよっていうのはないんで、ちょっとおそらくでつけていきたいなと思いますが、これはこうかな。あ、こうですね。ちょっと下にね、穴が開いてました。これを、こうして、はい、こんな感じでつけましたね。こうですね。おそらくこれで合ってるでしょう。このガスマスクのここの先端はですね、通常は蓋されてます。こういうのがついてたんで、先端にね、抜いて、この
ホースをつけるという感じで、いや一気に良くなったね、さらにね。いやーいいですね、こんな感じです。いやーいい。はい、では稼働をねちょっと見ていきたいと思います。やっぱホースつけたままね、やっぱ動かしていきたいんで、ホースをつけたまま稼働はしていきますが、このホースもねすごく柔軟性があってね、めちゃくちゃ動いてくれますね。はい、首はこんな感じですかね。うん、で肩はね、確かに稼働はね稼働はねめちゃくちゃ動いてくれてね、めっちゃ良かったんですよね、前のやつもアルファ1もね。いやだからめっちゃ、だから前はねこのね装備類がねちょっとあるんで、後ろもねちょっとあるんでね、まあ外せばここですね、このベストとか外せばいけるんですけど、このベストはねまあ頑張れば取れるかなって感じですね。で、次は下半身ですね。下半身もねちょっと服とかがあるんですけどもね、やっぱりちょっと、干渉はします、なのでね、そこまで上げることがめちゃくちゃ上げるっていうのはできないんですけども、ここまで上がったら十分じゃないですか。めちゃくちゃすごいですよねこれね、服もあるのに。後ろもねこんな感じで、はい、これを外せば、全然いけそうなんですけどね、外れちゃったな。で膝もね、結構曲がってくれますよ、うん、すごいじゃないですか。で、足首も、こうねいけますと。横のやつはねこのジョイントをおそらくずらせばいけると思うんですけども、このままではあまり、稼働しないですね、横にね。でつま先は稼働しません、このままです。はい、いやでもねこれも十分な可動域なんですよね。前と後ろをね、反ったりこう、かがむことはできませんけども、そこまで大きく、これでもね楽しいんですよ。はい。で、武器類なんですけども、いろいろねサイトとかグリップ、消音器サイレンサーとかつけてみました。でグリップねちゃんと持つ、この持ち手があります。はい、こんな感じになりますね、パーツをいろいろつけると。いやちゃんとねすんなりねつくんですけれども、すんなり外すこともちゃんとできますんでね。はい、こんな感じ。これがアサルトライフルですかね。で、マシンガン、サブマシンガン SMG ですね。これもはい、サイレンサー消音器つけて、ドットサイトかな、こんな感じで。でもう一つねこの斧、はい、手斧、こんな、ちゃんとね持つこともできますと。でですね、メクラネズミね本体ちょっとここにねナイフ入れました、ナイフを、はい、こんな感じで入っておりますナイフ。でここのね足のところにホルダーに、拳銃ですね、ピストル入っております。はい、こんな感じでね武器類もね体につけることができ、ちゃんと持つこともできますのでね、いろいろと、楽しいねポージングができる、かっこいいね特殊部隊のね、ポージングができますんで、今からねちょっとまたターンテーブルで回していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。
はい、いかがでしょうか。ドラゴンホースから SCP 財団シリーズ第2弾、機動部隊ゼータ9メクラネズミ12分の1スケール稼働フィギュア開封していきました。いやー、いいですね。前回のアルファ1はまあ真っ黒だったんですけども、まあ武士特殊部隊らしいね、真っ黒。でも今回ね、あのこの防護服真っ黄色めちゃくちゃいいですよね。こう、あのね、あの大体特殊部隊とかね、ああいうのって、まあ、真っ黒とか、あの、迷彩の柄じゃないですか。まあ、ちょっと暗めの色じゃないですか。このね、発色はね、もう最高ですよ。これはもういい。で、後ろのボンベとね、ガスマスク。やっぱりね、僕、今回のこのメクラネズミに関してはね、顔、まあ、ガスマスク、これがね、すごくいいですね。で、このチューブもね、かなりぶっとくてね、めちゃくちゃいいと思います。まあ、装備類に関しては、まあ、銃とかね、ナイフとか、手物とかありましたけども、まあね、これね、やっぱりね、前回に引き続き、すごく遊べる、フィギュアかなと思いますね。いや、もうこれも何体か欲しいなってなってしまうね、フィギュアでございます。まあ、前回のアルファ1とね、一緒に並べたりしたらね、またこれまたすごく、なんか雰囲気出てめちゃくちゃいいなと思いますね。いや、もうどんどんなんか、やっぱり他のやつ欲しくなってきますね。まあ、今これ第2弾、メクラネズミが今第2弾なんでね、第3弾の情報はまだ出てきてないので、まあ次、まあ来るのかどうかちょっとわかりませんけどもね、またね、出たらね、購入して、レビューしたいなと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。